来月17日の解禁を前にフランスからワインの新酒ボージョレ・ヌーボーが羽田空港に到着しました午前7時前ボージョレ・ヌーボー2640本およそ3トンを乗せた全日空機が羽田空港に到着し東京税関の職員による検品が行われました。フランスブルゴーニュ地地方ボージョレ地区で 今年収穫されたブドウで作られた新種です今年はブドウに一番大切な成熟期から収穫期にかけての天候に恵まれたため華やかな香りが溢れる豊かな味わいに仕上がっているということです全国の小売店や飲食店に出荷され来月17日の午前0時に解禁を迎えます 輸入を手がけたサントリーによりますと市場規模は去年に比べてやや落ち込む見通しだということです。